皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第13課55番目の、ビデオです。単語の165番からやっていきます。教科書は、台湾のみんなの日本語です。みんなの日本語大ガーでやっぷんゆダジャーダールーユですね。中級の3とありますが、日本語バージョンや英語バージョン中級2だと思います。気をつけてください。でも同じね、これチャプターチェックしてね、13課です。で、13課の単語の165番、単語のリストがあります。これね、中級はね、ほんと単語が多いんですよね。この2ページやって、で今3ページ終わって、ここ4ページ目もうすぐ終わります。165、このあたりですね。昨日は大家さんと言い訳をするをやりました。今日はここからですと、ね、今日の単語は手土産、頭きちゃったなぁと、やつですね。この3つをやりたいと思います。アンダーライン書きましょうね。手土産、手土産、皆さん、はい、そうです、日本人は手土産大好きですね。あとこの頭きちゃったな、これはもう言葉ですね、話し言葉ですね。それからやつです。はい、ではやっていきましょう。皆さん、あの手土産ね、土産、土産って土産物またはお土産と言ったりもしますね。で、じゃあお土産と手土産何が違うんでしょうね。お土産というのは意味が広いです。全部ですね、こう全部こうお土産ね、お土産は全部。そしてお土産の中に、2つのタイプのものが、1つは旅行のお土産ですね。例えば北海道へ行きましたから、北海道からなんか友達にプレゼントを買ってきました、それは旅行のお土産で、こっちはもう1つ、これが手土産です。手土産は友達の家へ行きます、お客さんの会社を訪問します、そんな時誰かに会いに行く時、なんかちょっとこう持っていきますね。あ、はい、こんにちはとか、いつもお世話になっておりますとか、お邪魔しますね、これね、プレゼントどうぞ、これ手土産ですね。手土産、手土産、手で持っていくからです。手で自分でね、普通で陳賞って言いますよね。まあね、そう、キャリーバイハンドね、手で持っているので手土産と言うと思います。で、まあ、他の言い方は土産物、プレゼント、贈り物ですね。でも土産物はお土産と同じで、の旅行のお土産も含まれます、インクルーディね。それからプレゼントは誕生日プレゼントとかクリスマスプレゼントとか、どんなプレゼントでもね、プレゼント、プレゼントですね。そして贈り物はプレゼントを少しフォーマルにした言い方です。例えば結婚式の時に、ね、お友達に贈り物を渡すとか、例えばそうですね、大先輩とか会社の先輩が退職する、リタイアね、退職されるので、上司にまた先輩に贈り物を差し上げるとか、フォーマルに話す時使ってください。日常生活ね、デイリーカンバセーション、プレゼントがいいです。で、手土産と一緒に使う動詞は、手土産を渡すですね。渡すというのは手から手にだよね。はい、どうぞって、はい、ありがとうございます。こうパースだよね。パースは渡すですね。あげるとか差し上げるは直接じゃなくてもいいんです。でも渡すは必ず、例えば会社で上司にレポートや資料だね。レポートや資料を手からね、これね、渡します。それから、ちなみに日本の人は渡すときね、まずもしこういう大きいサイズだと、こんな感じで、こう必ずね、これ私は自分で見るときこんな感じですよね。だけど、相手に渡すときにはこうしてね、相手に向けて、そして両手で持って、で、渡します。いいですか？これね、日本のね、すごく簡単なマナーなんですけど、香港ではそんなに大切じゃないですね。香港の皆さんね、これでもいいでしょ、はいとか、はいとか、どっちでもいいね。あと片手でも大丈夫でしょ、はいどうぞってね。でも日本では誰かに、特にお客さんや上司に渡すときに、はいどうぞっていうのは、
かなり失礼な感じがします。あとあんまり上品じゃないの、アズエレガント、ね、だから日本の人は誰かに渡すときには必ず相手が見やすい方向で両手で持って渡します、はいね、どうぞですね、はい、そしてそんな習慣です。でもう一つ、例えばこういうね小さいもの、これちょっとすいませんペン貸してくださいってね、あはいでね、香港だはい渡しますね、はいこれだと日本でおかしいので、なるべくですね片手ですごく小さいものを、これでまあこれでいいか、すごく小さいものを渡す時にも、でここで持って、でここにね手をね添えると言います。これでもうすごく小さいから問題ないんですけど、手をここに置きます、こうしてこんな感じですかね、持ってなくてもいいです。これだとちょっと違うかな、ここら辺がいいかな、ではいどうぞと両手で必ず渡してください、はい、小さいマナーなんですけど、日本人とねなんかやるときとか、何かこうね、例えばちょっとお金を渡すときとかも、はいってやるんじゃなくて、どうぞって渡すとすごく丁寧になります。特に女性はね、そうした方が綺麗に見えます。ではですね、続きいきましょう。手土産を持ってくる、持っていくでもいいですよ。私はお客さんですね。私がお客さんだったら、私はお土産庫に手土産を持っていきますね。そして私がホストで、ホーストね、私が家の人で、友達が来ましたね、友達が手土産を持ってきてくれましたでね、持ってきてくれました。そして私はこれね、もらうの謙譲語ね、ハンブルホームね、でハンブルフォームねで、私はとね、ホストの私は、お客さんからとプレゼント、これ手土産をいただきました、ありがとうございます。手土産ね、ちなみにね、日本人の家へ遊びに行く時の手土産何がいいか、私よく香港の人に聞かれるんですけどね、例えばホームパーティーで、誕生日パーティーとか、なんかたこ焼きパーティーとか、なんかこう家でするねホームパーティーの時には、そのホストがお酒を飲む場合は本当にお酒が一番いいと思います。飲み物ですね、なんか飲み物ってちょっとお酒って重いですよね。だから全部自分で買い物してたくさん準備するのも難しいし、夜遅くにお酒が足りなくなると結構大変ですしね。なので、自分が飲むものとプラスもうちょっとぐらい、例えばグラス1杯しか飲まない人はワイン1本でいいです。でもしグラスで3杯4杯飲む人はワイン2本ぐらい持っていきましょう。でもしホストが例えばお酒を飲まない人の場合は、例えばねケーキとかデザートとかを持っていく場合が多いです。で果物、香港の人は果物をよく持ってきてくれるんですけど、果物を持っていく場合、日本の人は、ね、ちょっといい果物を持っていく場合が多いです。なんかね、あんまりね安い果物じゃなくてちょっといい、例えば中国のいちごじゃなくて、not a strawberry from China ってね。中国のいちごじゃなくて、例えば日本のいちごを持っていくとか。自分ではちょっと買わないなという感じの、ちょっといい高級なものを持っていく人が多いですね。はい。で、それから、香港でほとんどもらうことがなくて、日本の人が時々持っていくものはお花です。家族でも女性でも、実は男性にでもお花を持っていく人は結構います。多分ね、日本人のその手土産のコンセプトが、多分お土産、旅行のお土産もそうなんですけど、自分ではもらったら嬉しい、多分ね、あもらったら素敵で嬉しいけど、自分ではちょっと高いからあまり買わないかなというようなものをプレゼントにする日本人が多いと思います。はい、ではね、次行きましょう。166番ですね。頭きちゃったな。これはね、話している、こうなんかフレーズだよね。こんな感じでね、頭きちゃったな、もう、っていうね、I'm so angry という言い方です。ね、なんかもう変シャンチーね。で、これ頭というのは、頭はこの頭です。皆さん例えば美味しいね、とても美味しいを
とっても美味しいですとか、例えば、すごく多いです。すごく多い、extremely ね、a lot ね。もうすっごく多い。すっごく多いと言ったんですよね。こう、つを入れると、日本語では、なんか強調、kind of emphasize ね。で、頭っていうのは頭をもっとこう強く言っています。そして、来ちゃったは、何でしたっけ、これ。そう、来てしまいました。ね。来てしまいました。なんか残念とか失敗とかですね。でもここは完全にの意味で使っています。例えば、なんか例えばここにこうコーヒーがあって全部飲みます。ね、finish drinking だよね。ふわらという時には飲んでしまいました。飲んじゃったと言いますね。ちゃったじゃったです。なので、it totally came to my brain。何が来た？これね、私もちょっと考えたんですけど、これね、頭に血が、イメージですよ。起こった時に、こうなんかこう、体の中のその血とかこう、その起こったエネルギーが、うわーと言って、ここら辺にこう、うわーと来る感じがしますか、イメージ。日本の人はそんなイメージを持っているんだと思います。ですから、多分、頭に来たものは多分ね、血とか、起こっているそのエネルギーとかです。エネルギーってエナジーね。はい。他の言い方では、腹が立つですね。腹というのはお腹ですよね。で、腹が、ふっ、ふって立つですから、それもこのイメージです。怒っています。で、怒るというのがもっと普通の言い方ですけど、ただ、話すときですね。I'm so angry とか、Get on my nerve とか、なんか多分、広東語でさ、Get say やんとかありませんか？わ、もうほなおっていうね。で、おへんしゃんちという時に、日本の人は、私は怒りました。私は怒っていますという言い方はしません。聞いたことがないですよね。そう。ね、怒るは、怒っているはね、普通は他の人を見て、で、その人のこう状態を描写する。Just to describe ね、the angry person は、社長はとても怒っているとか、先生は怒っていますというふうに使ったりして、私は怒っていますというそのフレーズがね、あまりないです。だから自分が怒っているときに、I'm so angry っていうときには、頭きちゃったなとか、腹が立つなと、この頭にきた腹が立つというのを自分が怒っているという表現ですね。エクスプレッションでよく使います。ぜひ、皆さんも怒った時には、言ってみてください。そんなに怒る機会ないですけどね。日常生活でね。ね、次行きましょう。167番ですね。やつです。このやつ、この漢字の多分台湾や香港や中国の人だったら、この漢字見たら、なんとなくイメージがわかると思うんですけど、これ、あまりいい言葉じゃありません。ですから、このやつは、ここの、ちょっと乱暴な言い方、彼は rough ね、not so elegant というか、not so high class の言い方ですから、ちょっと気をつけてください。でも、例えば、ここにペンがありますよね。で、これね、赤いの、青いのですよね。red one。ブルーワンだね。乱数だとか、本数だって言いますよね。だが、日本語ではやつになります。カジュアルな、とてもカジュアルな言い方です。赤いやつ。紫か、これ。紫のやつ。緑のやつと言います。そうなんです。と、人や物ですね。で、乱暴な言い方です。あと、2番目はね、人の意味でも使います。で、例えば、ここにあるけどね。で、カタカナでもよく使います。話し言葉ですからね。バカなやつだ。バカというのは stupid, silly ですよね。ああ、he's a silly guy だね。わあ、そこはね、バカなやつだと言ったり。大きいやつをちょうだい。ちょうだいはくださいですよね。ちょうだい、ベイゴー、ね、give me。なんで、大きい、例えば、なんか、なんだろう。あと、ピザとか。で、ピザをね、イタリアのピザね。ピザをこうなんか切ったときに、ちょっと大きいのと、ね、ちょっと小さいのありますよね。そしたら、give me the large one って。大きいやつをちょうだい。give me the large piece ってね。こんな風に使ったりします。あとは、
あの人の意味で使うときには、例えばね、あの人が、例えば失敗しましたとね、やつが失敗したんだよとか、あ、例えば、Oh, that guy has come とか、やつが来てるよ。え、本当、どこどこ？やつだよ、やつ。あの人というふうに使ったりします。でもこの言い方、特にそのあの人の意味で使うときには、特にこの人だね、多分ね、人とかあの人の意味で使うときには、とても乱暴な言い方ですから、これ本当に気をつけてください。男の人はよく使うかもしれませんが、特に女性とか女の人ね、私たち女の人や、それから、あとは場所かな、 TPO ね、 Time, Place, Occasion だよね。 TPO を考えて、カジュアルなところで友達と、仲がいい友達と使うのはいいですが、例えばホテルとかレストランとか、知らない人、店員さんと話すような時のやつは使わないで、ノーだよね。例えば、大きいのをくださいとか、ああ、バカな人だなとか、こんな風に言った方がずっと丁寧です。はい。では、ここまでお疲れ様でした。今日はね、手土産、頭来ちゃったなやつというのをやってきました。ここまで見てくれた人、ライクしてくれると嬉しいです。高評価よろしくお願いします。あと、皆さんからコメントくると嬉しいです。あとはね、私はこの、20年以上ね、ずっと香港で日本語教師をしてきたんですけど、コロナがきっかけでビデオを撮るようになりました。だいたい多分もう2年目に入るんで、ね、で、だいたい数は多分1200ぐらいビデオを撮ってきました。ほとんど毎日ね、アップロードするように頑張ってるんですけど、やっぱ体調とか、あと仕事のスケジュールとかね、自分のプライベートとバランスよくね、でもできる限り毎日アップロードしたいと思っています。皆さんもね、応援よろしくお願いします。これからも楽しく一緒に日本語を勉強していきましょう。じゃあ、また明日会いましょうね。お疲れ様。また見てね。バイバイ。あ、ライクしといてください。お願いします。じゃあね。バイバイ。バイ。